なんか田植えみたいになってるね。田植えだね、これね。見た目が面白いよね。田植えだわ。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。新庄美奈子と、さてあずみでーす。よろしくお願いします。お願いします。さて、台湾のお土産紹介をしておりますが、はい。もう出てますな。出てますな。台湾マンゴーの、ドライフルーツでーす。いやー、いや、本編で、普通の生の状態は、うんうん、先輩食べてましたよね。うん、食べた。むっちゃ美味しい。美味しいよねー、うん。でも年中食べたいじゃないですか。はい、うん。そんなあなたのために、ドライフルーツですよ。まーす。いやー、いいねー。これはこのブロックで言うと、これが1個だとして、これが2つ分ぴったりります、うんうんうん。はい、いただきまーす。うまい。ドライフルーツ屋さんでマンゴーの重量いくつか選べたんですよ、うん、でこの中でもちょっといいやつ買ったんですね。 500g で230元、700円ぐらいかな。これ特徴としては普通のドライフルーツと圧倒的に違うところで無糖なんですよ。普通ドライフルーツってこの周りにお砂糖をまぶして、うん、でそれで水分を抜くんですけど、うん、自然乾燥させて、うん、で時間かかるじゃん。そう、めちゃくちゃ時間かかる。もともと甘いじゃないですか、うん、なのでこれだけの甘みで食べられるようなドライフルーツっていうのは結構高級なんですよ。問屋街覚えてます？うん、なんだっけ、私呼び方いつも忘れちゃう。ジェ、ジー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 、ボエ。ボエ。あの、油に変化の谷町です。そう。はい、こちらの方で買ってきたやつなんで。うん、食べる食べる。はい、あ、ちょっと待って先輩、でも、うん。これだけで食べてももちろん美味しいじゃないですか。なんだけど、これをより元々のマンゴーのようにフルーティー、しかもみずみずしく食べられて、うん、しかも美味しく食べる方法があるんですよ。どう、なんだと思う？逆に湯戻し。湯戻しね、なるほどね。バーってお湯でかけて、うん、美しいマンゴーから熱々の湯気がふわーってなって、ちょっとね、採点で言うと4点ぐらいの回答だね。これ何点満点？100点満点。ダメです。こちらを使うんですね。バーン、ドン。ブルガリアヨーグルト。だった言ってたよ。え、何が？え、ヨーグルトにつけて食べるのが今、うん、流行ってるんやって言ってた。流行ってた本編で。ブルガリアヨーグルトにこの丸ごとつけるんですよ。これを1日寝かしたらめちゃくちゃ美味しくなるんですよ。まずドライフルーツの甘みがヨーグルトに移ります。でその時にそのヨーグルトの水分がこっちのマンゴーに移って、うん、で元々のみずみずしいマンゴーに、まあ、戻ってくると、うん、でさらにこのヨーグルトから水分が抜けてるんですよ、うん、そうするとどうなるかっていうと、ギリシャヨーグルトって入ってるじゃない、水分が少なくて思ったりしてる、うんうん、それやってヨーグルトみたいな感じになるんですよ。へえ、いいことしかなくない？いいことしかない。そう、なんか無糖のヨーグルト全然やってほしくて、うんうん、で私いろんなヨーグルトで試したんですよ。あるね。結局これが一番うまい。これが一番合う。なのでちょっと実際どんな感じでつけていくのかやってみたいと思います。昔こうお砂糖ついてたけどもうなくなっちゃったんですよね。で、そう、ついてないんだ。そうそう、やぐれたな。上手な保存方法、さよなら。はい、こんな感じ、うん、普通のヨーグルトです、うん、はい、固めのこうヨーグルトなんですよ、うん、ボン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 って、うん、で、これに、マンゴーを刺していきます。ぐっすり。あ、そういうこと？そうだよ。え、どうやって作ってたの？ていうか、そんなに、うん、なんか細かく切るとまず思ってなかった、うん。これ私いろんな切り方試したんですよ。また試した。はい。もう好きすぎて。うん、で、大きいと、やっぱり、うん、あの、中の方まで水分が出なくて、うん、この、例えばさ、飴とかさ、砕いたらさ、すごい甘く感じるし、うん、大きいままだと長く時間持つじゃない。うん、っていうふうに、この甘みを外にたくさん出したいから、ちょっと細かめに切るんですよ。うん、あと、食べるときもすごい食べやすいから。確かにね。うん、私結構できるだけ、こう、これぐらい、うん、細く切って。うん、なんか芋けんぴみたいな。そう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 、芋けんぴぐらい。なんか、田植えみたいになってるね。田植えだね、これね。見た目が面白いね。田植えだわ。3つ入れるとちょっと多いのよ。あ、そうなんだ、うん、マンゴーが多くなっちゃうからやっぱ2つがおすすめですね。不思議な光景だね。うん、なんでかぼちゃに見えてきた。色味がね、うん、黄色いからね、うん、はい、これで全部のマンゴーが、はい、置き切れました。はい、そうで、ね、へい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 、まあなんかもっとちゃんとしっかりつけたい人もしかしたらヨーグルト上からこうかけてあげたり。あー、なるほどね。でもほとんどこれ使ってるんで、うん、こんな感じですね。良いですね、はい。入れてきました。はい、食べたいね。うん、どれぐらい待つんだっけ。1日。さっきみたいに出てこないの。1日やったものがこちらですってやつ。やる気満々だったんだけど
忘れてた。どうやって1日待てばいいのだってちゃん。寝て起きたら1日だよ。で、これの食レポは家持って帰って、うん、先輩にレポしていただきたいと思いますので、はい、じゃあ先輩、味の方はどうですか。どうですか。はい、ということで美佐子です。こちらブルガリアヨーグルト、実はですね、1週間経っちゃいました。大丈夫かな。こちら開けてみます。せーの、それ。あ、そうでした、そうでした。使ってまーす。大丈夫そうだけどね。わ、すごいしっとり。あ、なんか桃っぽい。あ、すごい水分を吸っててもったりしてます。大丈夫だと思うけど。いただきます。むちゃくちゃうまいやん。溶けた口の中で。え、綺麗じゃない。うん、なんか繊維まで柔らかくて、めちゃうまじゃん。凍らせてフローズンヨーグルトにしたい。フローズンヨーグルト作っていきましょう。カップ用意してきました。ここに入れて。フローズンヨーグルトって作ったことがないから、このまんま固まるのかもわかんないけど。こちらを凍らせてみたいと思いまーす。じゃあ凍った、みさこさーん。2時間ちょっと経ちました。ちょっとね、うっとうっとしてたら目が赤いのですが、はい。凍りました。凍ってます。ということで、フローズンヨーグルトタイム！わあ！いただきましょう。ほら、シャリシャリ。いい感じじゃない？いただきます。あ、甘っ。うまっ、マジうまっ。よくない、なんかこのフローズン感、断面よくない？ね、いいよね。いただきます。え、優勝ということで、皆さんもぜひですね、台湾マンゴーでヨーグルト、私は1週間つけちゃったんですけど、伊達ちゃんは食う一晩ぐらいでいけるらしいんですが、一週間つけてもむちゃくちゃこうしっとりして、繊維もね、ほんとホロホロでも溶けちゃう感じなので、一週間はいけるっていうのは分かりました。フローズンで試してみたんで、この続きはちょっとお風呂上がりに食べたいと思います。ということで、男子さん、むっちゃ美味しかったです。はい、ということでね、美佐子さんはね、とても美味しそうに食べてました。そうですね、あんな幸せそうな顔の美佐子なかなかないよね。いや、ほんと物食ってる時がね、生きてるって顔してるよね、ほんとに。ほんとそう思うわ。じゃあね、ちゃんと作って、はい、寝かせた張本人、うん、はい、伊達さんは、ね、どうなんですかね。こんな感じで。はい、伊達さん、はい、どうですか。はい、それではですね、すいません、ちょっと寝起きかつすっぴんボサボサですが、先日ヨーグルトをつけたドライマンゴーですね、こちらの方出来上がりましたので、ちょっと食レポをしていきたいと思います。見た目はこんな感じなんですけど、ちょっとね、1日ついて私ちょっと予定があったので丸2日つけちゃったんですけど、こんな感じです。ヨーグルトはですね、宣言してた通りこう結構固めになってて、こうほら落ちない、結構もったりとした感じになってます。じゃあヨーグルトだけ先食べてます。いただきます。うん、なんかドライマンゴーからこう甘みがちょっと移ってて、で水分抜けてるんでもったりしてて美味しいですね。うん、うん、じゃあこのヨーグルトに、ね、使ったドライマンゴー、はい、食べていきます。うまーい。めちゃくちゃうまいですね、本当に。あとこう厚みがすごい出てるの分かりますかね。水分がしっかり戻ってて、うん、もう本当にほら、なんか細く切ったんですけど結構でかくなってるんですよね。ほら、柔らかいの分かるかな。なかなか伝わんないかな。あん、はーま、うーん、うまい。
ちょっと止まらんですね。はあ、美味しい。うん、グルテンつけましょう。以上。よく翌日の現場だってさんでした。そちらにお返しします。まあいつも通りの私って感じでしたね。特になんか取り立てて何かあるかっていうと別にない、普通の私。っていうかさ、私ね、結構先輩といる時はテンションちょっと高めだけど、一人でいる時もうほとんど無言だから、うん、あんなもんよ、うんうん、あんなもん。あのね、うん、一人でもね、うん、ああだから。すごいよね。私先輩みたいな人生で歩んでたらもっと違う人生になってると思うもん。羨ましいよね、あるしね、うん、あれを、まあ、想像してみんよ、うん、こう向こう側に誰もおらず一人でやってると思ったらちょっと面白いよね、うん、そうね。でもまあ先輩らしさはあるかなと思うけどね。まあでも多くの YouTuber はそうやん。まあ大体そうやね。そうそれやってのけないとできないからね。そうよ、そうだよ。ふふふふ、はい、今の怖。はい、ということでね、皆さんもぜひこちら、うん、そう、めっちゃおすすめ、めっちゃ美味しかった、うん、ていうかたくさんさ乾物あるからさ、もういろいろきっと試したらいいんだよね。そうだね、ちょっとずつね、うん、私なんかいつも買い忘れるんだけど、キウイ、あ、はいはい、あ、絶対美味しいじゃん。キウイのドライフルーツとかは本当に美味しいらしくて、うん、そう、いつもなんか買い忘れちゃうんだけど、はい、え、絶対美味しそう。いや、あれもいいだろうし、うん、そうなの、ね、だから今度行った時はちょっといろんなフルーツをね、うん、確かにやってみたいですね、はい、思います。はい、もしなんか他のやったことあるよっていう方はコメント欄とかにコメントいただけたらとっても嬉しいです。はい、はい、ということでごちそうさまでした。本当によく食うこの女たち。15分後の美佐子さん。はい、嘘、立ってねえよ。なぜ私に赤コーラが当たるの。素敵よ。やめろやめろやめろ。何すんねんた。